鼻の先端はちょっとね、まだまだ黒ずみがね。あ、ここやばいね。ここ角栓びっしり詰まってますね。これ見えますでしょうか。これ長年放置していた角栓です。結構黒ずんでますよね。どうもこんにちは、ハクです。こんにちは、ハクミだ。皆さん、この時期本当に特に鼻周りの毛穴、ブラックヘッド、角栓、マジで除去しないと本当に毛穴広がるし、本当に黒ずみ全く消えないぐらいって言っても過言ではないぐらい全然落ちなくなっちゃうんで、マジで今の時期が一番大事です。毛穴のブラックヘッドや角栓、絶対に除去しましょう。ということで、もう前置きはこんぐらいにして、今日は早速入りましょう。というのも、この動画を見たら、いちご鼻の方や、毛穴、角栓とか、普段からまあ大丈夫でしょうと思ってる方も、絶対にケアしたくなります。100%。なぜかというと、普段からも毛穴のケア、鼻周りのね、特に角栓とか、除去のケアとかもめっちゃ頑張っている僕ですら、こうなるんですよっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。それも、ここに肌の電子顕微鏡があるから、これで実際にめちゃくちゃズームして見れるから、それで皆さんにお見せしたいと思います。今がですね、夜中の2時です。深夜2時に今 YouTube を撮っております。はい。この時間しかない、撮れる時間が。しょうがないですね。一日の終わりで、実はまだメイクも落としてないんですよ。メイクって言っても、ほんと、トーンアップのサンクリームと、ちょっとここの辺に薄くだけ軽くクッションファンデを少し乗せて、あとはフェイスパウダーをして、それで今日一日ずっと過ごしてました。メイク直しもしておりません。日焼け止めはスプレータイプをちょっと上からまた昼に1回だけやったぐらいですね。なので、結構今多分油分が多い状態なんですよ。なので今日焼け止めもファンデーションもちょっとまだ乗っかってるかなっていう感じのものなんですけど、この状態で今皆さんにどんな状態かをお見せしますね。本当に普段から毛穴とか特に角栓、ブラックヘッドなんて僕本当に気をつけてますからね。動画もね、1000万再生以上のものもありますし、それぐらい本当にたくさんの方にケアって大事なんですよ。角栓のケアマジで気をつけないとやばいっすよってのをお話ししてるんですけど、それをね、皆さんにお見せしたいなと思って、まず今の状態ね、はい、ここに今連携してあります。こうやってつけるとこうやって見えるんですよ。はい、これが今僕の毛穴の状態です。黒ずみありますよね。いやー、産毛はねもう諦めてます。あ、でも割と綺麗な方かも。うん、この辺は割と綺麗な方ではあるんですけど、1枚目こんな感じです。これが綺麗なところで、ちょっと油分が多いなっていうところ、ちょっとピント合わせますね。これが今ちょっと油分と角栓が明らかにありますね。この真ん中あたりね、こいつこいつこいつ、これでこれこれ。これも写真撮ります。あとは他に周りちょっと酸化しつつある角栓が結構ありますよね。なんならこの上のやつとかこれとかもブラックヘッドですよね。で、次鼻の先端も一応見てみましょう。うん、こうやって見ると普段から毛穴のケアは気をつけているからそんなにね広がってはいないんですけど、でもこれとかやばいね。ちょっともう広がりつつあるよね。そして角栓がガンガンに詰まってます。詰まっちゃうんですよ。普段からケアをこんなに頑張っていってもこんなにね詰まっちゃうんですよ。反対側も、あー、こことかちょっと赤みもあるし油分もすごいな。はい、これ今反対側ですね。はい、4枚目こんな状態になっております。一見そんなにひどくはないじゃんって思うかもしれないですけど、毎日のように本当にケア頑張っている僕でもこんな風にあるんですよ。これってじゃあ実際どれぐらい取れるのかと思うじゃないですか。今日使うものはこれだけです。最低限これ1個は CNP のブラックヘッドクリアマスク1番と2番ですね。貼ってワンデイズユーさんとちょっと近いものではあるんですけど、そんなにスースーはしないです。呼吸もしやすいです。で、表面上の角質、古い角質溶かしながらピーリングもしながら角栓とかも溶かして綿棒であとは拭き取るって感じですね。これでさーって拭き取るイメージです。で、その後2番で毛穴をタイトニングするんですけど、さらにこれがねマジで最近気に入ってるんですよ。本当に今自分でも久々にこうやって肌電子顕微鏡で見てびっくりしたんですけど、毛穴本当に小さくなったなって感じましたね。やっぱすごいなって思いました。メディピールレッドラクトコラーゲンラッピングマスクっていうんですけど、後ろにも書いてあるんですけど、広がってしまって大きくなった毛穴を捕まえて小さくする、でコラーゲンのラッピングマスクで低分子コラーゲンの力を使って肌に弾力を上げて広がってしまった毛穴をよりねタイトにしてくれるっていうものですね。ポアタイトニングって書いてあるからね。で、
お見せしますね。もう今日はあんまり余計なこと喋らずに、本当に皆さんにこんなに大事なんだよって見ただけで絶対やりたくなるし真似したくなるような毛穴ケアを今日はお見せしたいなっていうことで、意外と僕でもさっきのようにブラケットがねちょっとあったりするんですよ。でこれやると本当に綿棒でこうやって外から内にこうやって引っ張ったり下から上にするだけで白い角栓はもちろん取れるし、ブラケットもなんならスッて取れたりもするんですね。全部が溶けた場合はブラケットももう液状となって綿棒にくっつくんですけど、周りだけが溶けている場合はスッてそのままスポンってこう取れたりもするんですよ。その状況を得られるのはこれで、まずはこれを使う前に綺麗に洗顔をしましょう。では洗顔と一緒に最初のビューティーアイキャッチでございます。どうぞ。はい、ということで洗顔をしてきました。もうこれオンリーです。魔女工場のピュアクレンジングオイルディープクリーンの方でございます。ディープクリーンの方がよりおすすめです。洗浄力もこっちぐらいの方が僕的には、特に女性の方が、あとこの季節っていうか夏は特にかなっていう感じですね。メイクももちろんそうなんですけど、夏の時期はよりディープクリーンの方が綺麗に落ちるかなって感じですね。これだけでもだいぶね角栓とかは汚れ落ちるので、今こうやって当てた感じでもさっきよりだいぶ綺麗になってますよね。この先端もう一回見ますが、鼻の先端はちょっとねまだまだ黒ずみがね、あーここやばいね、ここ角栓びっしり詰まってますね。いやー気持ち悪いよね。こんなにケアを毎日頑張っててもこんなにできちゃうんです。ってことは1週間ケアをサボったり3日サボるだけでもどうなるか想像つきますよね。ブラックヘッドになっちゃうんですよ。ブラックヘッドになるとなかなか取れないし、毛穴の周りまで黒ずんじゃうから、たとえばブラックヘッド除去してもなかなか毛穴スポンって開いているはずなのに、もちろん影でも黒くは見えるんですけど色素沈着っぽくなっていて黒さが消えないっていう状態になっちゃうんですよね。ということで CNN 君1番、僕がこれを愛用している理由がこの後わかります。綿棒で綺麗に取った後その理由が伝わると思います。このように貼ってで約10分ですね。長く置いたとしても15分ぐらいです。ということで今から10分後に飛びます。もう今日はサクサクいくよはい、約10分ほど経ちました。ごめんなさい、ちょっと1個言い忘れてました。本当はこれやる前にこういう化粧水使い物なんでもいいので軽く顔全体に水分を与えてからやってくださいね。じゃないとどんどん蒸発しちゃって乾燥しちゃうので、鼻周りだけちょっとなるべく化粧水当たらないようにして、それ以外はしっかりと保湿してあげてください。よく言えばこうやってベース美容液の保湿系までしっかりと鼻以外の周りをちょっと塗ってあげるとなおいいですね。ということで剥がします。はい、だいぶねスースーはするんですけど、ちょっとお肌敏感な方からしたらもしかしたら結構耐えられない可能性もあるので、そういった方はほんと5分でもいいのでやってあげるといいですね。ということでやる前にまず今表面上に溶けた角質とブラックヘッドが取りやすくなっているので、分かりやすい黒綿棒を持ってきました。これで外から内側に向けてこうやってちょっとこうやってコロコロ回しながらでもいいので取ります。この縦の筋のところはちょっとね下からこうやって持ち上げるようにちょっと軽く当てながら、こう毛穴に詰まった角栓やブラックヘッドを取れやすくなっている状態だからこそちょっと押し出しながら、かつ溶けているものもしっかりと綿棒で吸収してあげるイメージですね。はい、オッケー、撮れました。どうだろう、今のところパッと見カメラ越しだったらやっぱお花も綺麗に見えますよね。そんなにそもそも汚れないんじゃないかなと思ってたけど、でも実際今この綿棒もねパッと見は綺麗ですよね。でもこれで皆さん、あやばいって多分なると思いますので、いきますよ。いやー見てこれ、わこれ待って、どうやって見せたらいいんだこれ、僕の手が足りない。あ写真撮ろう、これをこうしてオッケー、撮った見てこんなにね繊維がしっかりと見るっていう、やっぱ肌電子顕微鏡もすごいんですけど、これ見てください、角質と角栓ですよ。いやーでさっきのさ先端のちょっと角栓詰まってますねって言ってた写真これね、で今綿棒でやって取れた角栓たち、パッと見さただの真っ黒だけどこんなに、もうちょっと閲覧注意ですね。はい、気持ち悪いとは思うんですけど、でもこれが現実です。普段からスキンケアこんなに頑張っててもこんなに角栓が毛穴には詰まっています。幸いニョロニョロってあの長い角栓がないっていうことはしっかりと普段からケアができている証拠ではありますね。こうやってあの一個一個がちょっとちっちゃいじゃないですか、ちっちゃくて丸い形が多いってことは長年放置している角栓が少ないってことですね。2枚目の写真こちらでございます。下の方に横長の白いの見えますでしょうか。
これは角栓なんですけど、長い期間毛穴に詰まっていた角栓ですね。丸いのってやっぱ表面上に詰まっていて、中が毛穴自体が結構タイトニングされて、角栓皮脂の油とかが長く長くとどまっていないよっていうものなんですけど、これは長くとどまっていったものですね。取れたら良かったってことです。逆にこういうのがすごい多い方は結構これからケアを頑張ってほしいですね。恐ろしいでしょう。実は今カメラ回してない時に一生懸命今これ撮ってたんですけど、なんとか黒ずみ、要はブラケットですね、ブラケットが取れたんですよ、綿棒で。でそれを必死に自分の人差し指に乗せて、これでこうやってやって撮りました。その写真がこちらでございます。線がいっぱいあるのはこれ僕の人差し指の指紋です。はい。これが今映ってると思うんですけど、これ見えますでしょうか。これ長年放置していた角栓です。特に多分この辺なんですよね、この小鼻のこの脇とかにあったやつが多分取れて、見てみるとこれこうやって長いうちの上の方は割と白っぽいっていうか透明に近いじゃないですか。でも下側見てください、結構黒ずんでますよね。そうなんですよ、毛穴って皮脂が出てきて、それが毛穴に詰まって凝固すると角栓になるんですけど、角栓を放置すると空気中の酸素で酸化してだん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 黒くなってくるんですよ。なのでこれは今黒ずみになりつつあったんです。ブラックヘッドになりつつあったものが取れたって感じですね。よかったと思って、いやー恐ろしや恐ろしや。ちなみに動画も撮ったんですけど、指紋のやつね、こうやって他にもニョロニョロっと取れたやつがまだねちょこちょこあったんですよ。これ毛なのかな、どっちかというと毛の可能性もありますが、ほらほらほら、恐ろしいよね。これもちょっとここで今流しますが、ちょっとピントがなかなか合わないんですけど、会った瞬間を見ると、あ、結構黒ずみ、いやー、これちゃんと僕の人差し指です。ちゃんと僕です。ちゃんと僕の鼻から出た黒ずみです。恐ろしいよね。普段からケアしてても、やっぱりどうしても洗い流し忘れとか、どうしてもこの辺とか黒ずみが溜まっていたものが酸化していて、それがちょっと表面詰まっていったけど、詰まっている部分が多分さっきの CNP のやつでちょっと溶けて出やすくなったんですよね。でそれで綿棒でこうやって出してあげて、出したものはこれで、怖いよね。ということで今の鼻の状態見てみますかね。あ、その前にタイトニングまでやってからの方がいいですね。しっかりと毛穴がタイトニングされている状態も見せてからの方がいいですね。でこれは同じようにそのままこうやって貼るだけです。でこれも10分ぐらい放置して、その後残ったエッセンスはこうやって叩いて吸収させます。洗い流す必要はございません。でさっきの CNP の1の方もやった後やっぱちょっと気になるよっていう方は水で洗っても OK です。ではまた10分後です。はい、だいたい10分ほど放置したかなと思います。取ってエッセンス残ってるのはちょっとこうやって軽くプッティングしてやってください。でこのままこうやってやってもいいんですけど、これやると本当に毛穴タイトニングされるし、マジでさっき自分でもあ、こんなに小さくなったってびっくりしたぐらいなので、これやってからのをお見せしたいです。今の状態も一旦軽く見ますが、ケアはもちろんされているんですけど、おー取れてますね取れてますね。さっきと同じところ、こうやって見るとまだちょっと黒いところももちろんありますが、上の方とかところどころポツンポツンと穴が開いてますよね。これはもう取れてますね。今のが、これです。他のところも見てみるとだいぶ取れてる。とはいえさすがに1回で全部取るっていうのはもうほぼほぼ無理なので、こうやって地道に毎日毎日のケアが大事になってきますね。でこれでございます。これ本当は他のスキンケア、こういうのとかね、クリームの本当直前までしっかりとスキンケアやってからやるのがいいんですけど、最悪化粧水だけでもやってからやってください。なので顔全体とりあえず化粧水バーってつけてもいいので、はい、もうこんな感じでいいです。時間がない時はこうやってね、雑でもいいので、やるとやらないだけでも全然違いますからね。でこれなんですけど、一応ヘラがねついてるんですよ。で僕は一旦こうやって自分の手の甲が最近もうパレットになってるんでこうやってここに出して、このヘラでこうやってすくって、ほんで薄く塗り広げます。マジで超薄く、顔全体にやってもいいんですけど、今日はちょっとこのいちご花特殊なんで、なるべくこの付近だけやりたいと思います。あ、これね絶対鏡見ながらやった方がいいです。鏡見たい本当に薄く伸ばしてくださいね。このヘラがね本当に優秀ですね。マジで助かる。
うん、今日はちょっとこの辺だけにしておきます。この状態でだいたい15分から20分ぐらい放置します。こういう放置の時間が意外とめんどくさいんですけど、ネットリックスでだいたいアニメ1本見終わる頃には剥がしていいって感じですね。もう最近僕はヒロアカのアニメを見ながらちょっともうボロボロ泣いております。ああいよいよもう終盤が近づいてんだなと思いながら見ております。はい。ではまた20分後です。コラーゲンの膜を張っています。これ先に言っておきますと、ベリベリベリって剥がすそういうピーリングとかそっちと全然違います。コラーゲンの膜なんですよ。痛みとか刺激とかそういうのが一切ないです。本当にただただ薄い皮が取れるような感じでも、しっかりとコラーゲンが、このね300ダルトンの超低分子のコラーゲンが毛穴をタイトニングしてくれるんですよね。ということでちょっと剥がしていきますかね。ちょっと端っこから、どこだ、切れ目をこうやってなんか軽くやってあげると、あ、ありましたね、切れ目が見えてきます。もうあとはそこをつまんでこうやって取るだけですね。そういうなんかビリビリとかそういうの全くないです。本当にコラーゲンでできてる膜なんで、刺激とか肌を痛めるようなこともないです。触ってみてもらえると分かるんですけど、これね、ほら伸びるんですよ。弾力性もあって、これマジでいい。本当にみんなにもおすすめします。取れましたね、綺麗に。 OK、 一発で綺麗に取れました。どうでしょうか。ツルツルになりましたよね。このコラーゲンのツヤ感もいいよね。ということで最後ね、実際にお見せして終わりたいと思います。毛穴が果たして本当にタイトニングされているかどうか、まあ本当にこの辺とか見てみると、もう本当にしっかりとねタイトニングがされているので、あ、いい感じ。あ、でもこの辺もちょっと毛穴に汚れが詰まってるわ。この辺もわあ、この辺もちょっと洗い残しがあったんだな。怖いね。うん、この辺とか見るともうめちゃくちゃ肌のキメも細かくいいですね。いや、めちゃくちゃいい。で、肝心のここなんかね、ありましたよね。多分この辺だと思うんですけど、これだと思います。多分ね、違うかな。この辺かもしれない。結構変わりましたよね。毛穴の感じとかもだいぶ良くなったんじゃないかな。ちょっとビフォーアフター僕も見てみますかね。ビフォーがこれで、アフターちょっと今ね、コラーゲンとかパック取ったばっかりでちょっとねツヤ感がありますが、いや見てこの弾力が出てきてる感じ、いいよね。わあ、いや良くない。だってこっから、これビフォーですよ。これビフォーからのこれだ、アフター。大事さが伝わりましたでしょうか。綿棒から始まってね、もう汚れもすごかったもんね。ということで今日使ったものはこの CNP のこれ1番2番 CNP ブラックヘッドクリアマスクってやつです。これですね。とメディピールのコラーゲンラッピングマスクと、大前提に、はい、クレンジングオイルは魔女工場のフィアクレンジングオイルディープクリーンの方でございます。ノーマルバージョンとディープクリーンあるんで、こっちの方がおすすめです。で、あとは化粧水、おすすめはアヌアですね。ぜひともこれらを使って、この4つだけでもねあったら全然毛穴はめっちゃ綺麗にできますので、普段からケアを頑張ってる僕でもね、肌顕微鏡で見てみたらあんなに角栓が取れてたっていう。なので皆さんもぜひね、私大丈夫だろうと思ってる方も実は意外とね角栓汚れが詰まってたりするかもしれませんので、日々のケア怠らずにやっていきましょう。それでは今日もご一緒に、今日より明日綺麗になりましょう。以上でした。バイバイ。